なんか決済に失敗したって言われてですね、まあそういうこともあるんだけど、融資出なかったとか、ね、最終的には融資が出てなかったみたいな。そういうことですよね、はい、買ってから見に行ってませんでした。本当ですか。ただリスクのないっていう投資はないんですけど、少ない投資をやろうと思ってやっぱり時間がかかるので、早めに始めた方がいいのかなと思いますね。はい。はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は宮崎県の、はい、不動産投資家の K さんということで、はい、はい、いろいろ聞いていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、もうすでに物件を2棟とあと戸建て1つでしたっけ、はい、もう持っていらっしゃって、はい、いるんですよね。はい、まず簡単な特性というかハードを教えられる範囲で、まあ、職業は、サラリーマン、サラリーマン、製造業のまあサラリーマンです、ね、はい、技術系の仕事してるって感じですかね。そうですね。ですよね。はい。じゃあ5年齢が55歳。55歳ですね。はい、で不動産投資始めたのは何歳ぐらいからですか。去年54歳。54歳から始めたんですね。はい、結構それって50代の方の励みになりますね。そうですね。いや素晴らしいと思います。はい。はい、本当にそれまではサラリーマンとしてずっとやってこられたんですよね、はい、普通のサラリーマンというか。そうですね。それでその不動産投資を何でしょう、知ったきっかけは何だったんですか。まあこれ同じ経験された方いらっしゃると思うんですけども、2000年頃ですか、ロバート清崎さんって書いてある、はい、っていう方が書かれたですね、学術倒産、貧乏倒産っていう本を読んで、同じですちょっときっかけ、投資にちょっと目覚めた。やっぱ学術倒産、貧乏倒産、はい、あれをたまたま読んだ感じですか。そうですね、たまたまですね。はい、まあ、話題になりましたもんね、あれね。そうですね、結構新聞広告出たりとかやりましたもんね。で、あれを見てやってみようと。そうですね、まあ不動産投資と株式投資と債券投資ってあったんですけど、まあ、その時は一番とっつきやすい株式投資の方を始めたんですけども、あ、最初は株式投資だったんですか。はい、で不動産投資もで、お金があったらやりたいなとは思ったんですけど、その時はできなかったんです。ああ、それっていうともう何歳の時ですか。それ10年以上前ですよね、本当。あの本出たのは20年近く前なんで。そうですよね。34、5歳。ああ、その時はじゃあ、はい、まあ始めやすい株式投資を始めたんですか。はい。それでうまくいきました。まあすごい儲けたわけじゃないんですけど、なんとか、利益は出ましたよ。ああ、そうなんですね。はい、でそれをやっていて、そして株式投資や不動産投資をやろうと思ったのはまた何かきっかけあったんですか。そうですね、自宅をですね、諸事情あって買ってですね、で一応借金を支払い終わってですね、はい、で、ちょうどタイミング的に転勤があってですね、はい、自宅をちょっと賃貸に出すと、はい、売却等じゃなくても貸そうと、はいはい、で賃貸の収入を得ながら、まあ借金の返済をやって今完済してるんですけど、まあ、その経験を通してですね、やはり不動産投資は面白いと、あ、家賃収入入るんだみたいな。そうですね、やっぱりそこで実感した感じですか。そうですね、まあ、本当に借金がある状態でそれやってましたので、まさに不動産投資をやってるような形に結果的にはなってくるんですね。ああ、そうなんですね、はい、たまにちょっといらっしゃいますよね、転勤で貸してる、あ、入るんだみたいな。はい、素晴らしいですね。でそしてそれは何年前ですか。それは今から大体です10年ぐらい前。10年前に、家を購入して、で転勤になった。すぐに転勤になった。じゃあ本当に買ってすぐに。買ってすぐに。本当ですか。はい、なんかたまにあるに、ありますね、よくあるのかな。ありますね、なんか家買うと転勤になるっていう、はい、ですか。それは大変でしたですね。はい、まあでもそれがね、幸運っていうか、それを知ったので、まあよかったらよかったみたいな感
そうですね、不動産投資の良さを知ったので、はい、お願いした。そしてついにアパートの購入になったんですよね。はい、それは去年1年前でしたか。去年の9月です。ですよね、はい、それはそれやろうと思った何かきっかけあったんですか。それはですね、まさに本当に借金返済が終わったので、ある程度、まあ、今の家賃収入プラスで、お金がストックができてきたんで、その自宅を貸してるって家のローンが終わったので、はい、どんどん入って止まってくると、はい、はい、それで投資をしようかなということで、まあ、株式投資の方がですね、まあ、一段落させたんで、不動産投資を今度やってみようと。はい、はい、ああそうだったんですね、はい、でそれで、そうですね、1年前ですよね、はい、それでうまく買えたんですか。いや最初はうまく私ちょっと聞いてるからですけど、結構いろいろドラマあったんですよね。そうですね、結構吸ったもんだがあって、9月に買った物件はですね、1回取られてしまった物件なんですね。なんか、はい、現金で買う人で言ってたんですっけ、はい、現金じゃなくて1番手の方が、ね、1番手がいた、買い付けでね、はい、でそういう人がやっぱり買うってなったから、そうです、まあ2番手だったんでしたっけ。2番手だった、諦めて、はい、ただその1番手の人がですね、なんか決済に失敗したって言われてですね、まあそういうこともあるんだ、融資出なかったとか、最終的には融資が出てなかったみたいな、そういうことですよね、はい、これもね、たまになんですよ、はい、うん、ですから取られたと思っても実は最後で行ってないと終わってない、勝負が終わってないことなんですよね、はい、よかったですね、ちょっとびっくりしました。ですよね、はい、お住まいが宮崎で、物件はどちらでしたっけ。防府市です。防府市、山口県の、山口県、ああ山口県ですよね、はい、うーん、それが去年の9月に購入、はい、まあ、今が4月ですから、まあ半年ぐらい前ですね、はい、そして2つ目はすぐ買ったんでしょうか。ほぼ同時期に、同時期に、たまたま、もう一棟の物件が先に決まってですね、ああなるほど、その後に最初のもの、一番手の方が、失敗したっていう話をちょっと聞いてですね、買いますかって聞かれたんで、はい、買いますと言って、たまたま同じ月に重なっちゃったそういうことですね、はい、もう一つの物件は場所を取っちゃうんですか。これは宮崎県です。あ、宮崎県地元に、はい、あ、なるほど、じゃあ今2棟お持ちで合計何部屋になりますか。だから、6室6室なんで12室です、ね、ああ12室ですね、はい、まああと自宅もあるから、はい、全部で13室はい、なるほどですね、でどうですか、もう購入されて半年経ちましたけども、どんな感じですか、感想というか。やっぱり自宅を貸してた時もそうなんですけど、何もすることがないんですよねないですよね、まあ、確定申告の時だけ、ちょっとあるんですけど、それ以外は本当に、月々に送られてくる、まあ、明細書を見るだけっていう、はい、もう全部管理会社さんに、そうですね、全部委託ですよね、はい、ですよね、管理会社さんに委託しててですね、うん、まあ、募集等もですね、まあ、判断を聞かれることがあるぐらいで、たまに電話かかってくるぐらいです。いや、まあ、めったにかからないです、今まで1回か2回ぐらい、まあ、1回か2回ぐらいですね、手配があった時に、そうですね、で、会議になった時ぐらいですね、会議なのか、ちょっと腰入れるかとか、そんな打ち合わせぐらいですよね。そうですね、私はそんな感じです、はい、あと何も負担してないですもんね。そうですね、何もしてないですよね。何もしてないです。見にも行かないですか。買ってから見に行ってませんでした。本当ですか。いや、山口はね、ちょっと距離あるからですけど、はい、宮崎は近いんじゃないですか。近いんですけど、でも宮崎結構縦に長くてですね、数十キロあるので。ああ、そうなんですね。買ってから行ってない。買ってから行ってないですか。はい。そうなんですか。はい、買う時に行っただけで全部行かないですか。そうですね。買う前に一度ね、物件を見ようということで。それだけですか。はい。見てましたけど、それ以降はちょっと行ってない。あ、本当ですか。はい。私は近くに持ったことがないので、私横浜住んでて物件札幌ですから、はい、そんなそうそう行かないんですけど、はい、同じ県だったら行くのかなと思ったりもしたんですけど、行くこともないんですかね。行っ
ってもしょうがないかなっていうのもちょっとあるんですけど変わってませんね。まああのね、管理状態がどっかぐらいはチェックした方がいいと思うんでしょうけど、抜き打ちみたいに行ってみてね、なんか清掃がちゃんとなってるかとかね、まあ、それぐらいじゃないかなっていう気がするんで、まあ、今度なんか機会あれば行ってみようかなそうですね、そういう感じです、ね、そういう感じなんですね、はい。じゃあ本当にやっぱり普段何もせずに家賃入ってくる、いわゆる不労所得って言われるじゃないですか。そうですね、もうそれ実感してる感じ。そうですね、今はそういう状態です。はい、はい、いいですよね。はい、ね、で今後やっぱり買い増していく感じですか。そうですね、うん、何とか買い増していってですね、資産の規模を少し大きくしてキャッシュフローを増やしていきたいなと思ってますけど、はい、今ね資産という言葉が出ましたけども、はい、やっぱり将来、まあ、定年後とか、はい、そういったのに向けて資産を作っておこうっていう感じですか、ね、そうですね、まあ資産もさることながらやっぱりキャッシュが定期的に入ってくるっていうのは非常に大きいんで、はい、うん、まあ、ストックとか不動の不労も重要かなと思ってますので、はい、ああそうです、プロが得られるようなストックを持つっていうのが、まあ、金持ち父さんビジネスの教えだと思うんで、まあ、それを続けていきたいなと思いますけど、はい、会社の方も定年は 60? そうですね、定年は60です。あ、もうそれでお辞めになる感じですか。いや、まあ求められれば言ってもいいんですけど。ああそうですね、はい、私もすっきりもうリタイアしてもう働くのいいかなぐらいだったんですけど、まあ、求めれば続けていく感じ。そうですね、あ、はい、あの別に会社を辞めたいと思ったら始めてることではないんで、うん、ああなるほど、万が一に備えてとか、そうですね、その先に備えて、そうですね、体が不自由になった時に備えてっていう。そうですね、なるほど、はい、でもそれがないとね、やっぱずっと働かないといけないですね。まあそうですね、ですよね、本当だと思うんですよどこかでやっぱり引退するっていう時期が、やっぱ来ますかね、まあ、っていうところでしょうか。うん、うん、はい、素晴らしいですね、着実にやっていらっしゃいますね、はい。ではあとはですね、やっぱり今こういう時代なので、あと不動産投資も結構サラリーマンできるっていうのが分かって広がってきていてですね、結構やってみようかなとか、やれるのかなとか、うん、結構若い方も含めて多いんですよ、はい、本当に20代も30代も含めてですね、はい、まあ、あと年長者も含めてなんですけど、はい、これからやる方に向けて何かアドバイスをいただけたらなと思うんですけど。そうですね、私の場合は先ほど申しましたように30中盤から、まあ、投資を始めたんですけど、やっぱりあのリスクのないっていう投資はないんですけど、少ない投資をやろうと思うとやっぱり時間がかかるんで、はい、早めに始めた方がいいのかなと思いますね。はい、そうですね。それからあとはやっぱり時間長くっていうことなんですけど、継続してやらないと結局資産ってやっぱり増えていかないと思いますので、はい、継続性もすごく重要かなと思ってますので、はい、早く始めて継続するっていうことがポイントなんじゃないかなと思ってます。もう少し私も早く始めればよかったなですね。あ、不動産の方、不動産の。でも30代からやってたので結構早い方でしたよね。そうですね、確かにそうなんですけど、まあ、キャピタルゲインっていうかね、こちら求めるような株式投資だったんで、ちょっと失敗したかなっていう。結構理解を激しくするような。そうですね、あのデイトレーダーまではいかないんですけども、結構売買を繰り返すような投資やってたんで、まあ損はしてないんですけど、でも長い目で見ると増え方がやっぱり少ないかな。そうだったんですね。そうですね、ああ、そういう意味で言うと、せっかく株式と不動産や両方やったので、はい、どっちがどういいとか悪いとか、なんかアドバイス見てる方にありますか。そうですね、難しいんですけど、これはなんていうかな、好き好きというか、得て不て増えてというか、でもやはり不動産投資の場合は、どうしてもストックの分も見られるんで、はい、まず最初にやっぱりストックをある程度貯めるっていうことも必要じゃないかなと思うんで、あ、なるほど、いきなり新入社員からっていうのはなかなか難しいんじゃないかなと思いますね、はいはい、だから、まあ、株式投資なり債券投資で、ある一定の金額を、
投資していって、その金額をベースに不動産投資をやるとか、そういう考え方もあるのかなと、今だったらそうしようかなと、そうですね、思いますけどね。なるほど、なるほどですね。あと一方でその不動産投資も風呂を得ることができれば、はい、私はその風呂を使って株式とか FX とか何か他のにも回すっていうのがいいんじゃないかと思うんですよね。それはありますね。ありますよね、はい、一定毎月入ってくるじゃないですか、はい、まあ若い人だったら最初はそんな何十万もじゃないんですけど、はい、でも5万とか7、8万とか毎月入ってくればそれ使えるじゃないですか。そうですね、うん、それも非常にいいですね。そう、私はもし若い時に戻れるんだったら、はい、そんな考え方でやってるかなと思うんです。ああ、なるほどです。お金貯めるように先に不動産ですね。そうです、先に不動産によって入ってくるお金を貯めるんじゃなくてさらにまたいろいろやる。それはいいかもしれない。経験にもなるじゃないですか。そうですね、向きあこれ向かないと思ったらやめればいいし、若い人はそんな貯めなくたっていいじゃないですか。そうですね、もっと質素な生活をして、はい、家族まだないし、そうですね、うん、そんな感じがいいかなと思ってもしたんですけど、面白いですね。どっちが先だと、どっちが先かっていうのは人それぞれですけどね、ただ不動産の予算ってのはやっぱり毎月っていうのが入る、はい、でそれが会社辞めなければ自由に使えるじゃないですか。そうですね、これが一緒にいいかなって。でも無駄遣いせずにね。そうですね。あとは借金ができればできるので、レバレッジがかかるっていうところはやっぱり大きいです、ね、不動産はね、はい、やっぱり銀行のローンを組みますからね、株とか FX でローン組めませんもん。組めません。全然無理ですよね。組めません。ですよね。はい。うん、組んで、まあもちろん危険な物件、安全な物件でやればね、はい、ちゃんと返せるので、やっていくのがいいですよね。はい。はい。わかりました。本日は貴重なお話ありがとうございました。今日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。私のラインアットでは、YouTube では発信していない不動産投資のより具体的なノウハウやセミナー情報なども発信しています。また、不動産投資ノウハウの動画13本と通話アドバイスを無料でプレゼントしています。興味のある方は下の備考欄より LINE アットへ登録してみてください。